どうも、カビジンです。今回ですね、お知らせ動画の方、撮らさせていただきます。まず一つ目なんですけれども、今週の12月5、6、土日、もうすぐなんですけど、数日後なんですけれども、こちらナッツメーリングリストの NML、忘年会オフの方を、僕が今舞台で公演しております荒木観光ホテルのグラウンドの方で、忘年会オフの方がございますので、 N に入ってる皆様方ですね、よかったらぜひぜひですね、ご参加くださいませ。今回私が幹事、主催じゃないんですけれども、動画でね、お知らせさせていただきたいと思っております。それともう一つ、こちらですね、12月の19、20、こちらの2日間、これも土曜日、日曜日です。これがですね、今回第5回の集まれカピジンの森、クリスマスオフ会のほぼ19、20日で、開催しようと思っております。こちらもですね、また楽しいオフ会になると思っておりますので、ぜひぜひ皆さんご参加してください。テントキャンパーさんも軽キャンもね、あと普通の乗用車で来られても結構でございます。参加だけそこでグラウンドでしていただきまして、あと泊まるのはね、ホテルの方に泊まっていただけたらいいかなと思っております。前回もね、そういう方がいらっしゃいましたので、全然 OK です。まあみんなで楽しめたら、いいかなという回でございますので、まあ、集まれカピジンの森という感じなんでね、キャンピングカー持ってなくても全然 OK です。で、またキャンピングカーを購入しようかなという方も、また来ていただきましたらね、参加したらいろんな人がいろんなキャンピングカー乗っておりますので、情報だったり、ここはいいよとか、ここはね悪いよとかいうのをね、すごく教えてくれると思いますので、参考になればいいんじゃないかなと思います。それと、今年がこの5回目でオフ会終わりなんですけれども、今度、来年ですね、2021年、1月23、24日、これも開催決定でございまして、今度が、第6回の、1月23、24日、こちらがもう私、九州に今年ですね、まあ来年ですけどもいるのが最後になりまして、まあお別れオフと申しますが、また帰ってくるよっていう感じの、まあ、集まりカピジンの森のオフ会の方をさせていただきますので、こちらもね決定しております。またよかったらこちらもですね、ご参加してください。そして、1月千秋楽終わりましたら、今度僕が、新潟県の方に上がってまいります。新潟がですね、2月、3月、4月までね、3ヶ月間は新潟の方におりますので、またそちらの方面でね、カピジンの森オフ会も、開催しようかなと考えておりますので、そっち近辺の方、よかったらですね、ご参加くださいませ。まだ日にちとかですね、どこでするというのは決めておりませんけれども、また動画の方で告知させていただきます。そして来年はですね、愛知県だったり静岡県、そっち方面の方にですね、舞台公演回ってまいりますので、また皆さんとも近くに行くと思いますのでね、ぜひぜひ生の舞台見に来ていただきたいと思います。今回キャンピングカーファンフェスですね、トラックの上で、踊らさせていただきましたけれども、こちらまた生で、舞台の方を見ていただきましたら、ガラッとですね、様子も変わって見れると思いますので、その時には、お芝居の方もありますので、第1部お芝居、第2部舞踊ショーっていう形になっております。はい、よろしくお願いいたします。はい、そんな感じでですね、オフ会動画告知でございましたけれども、また皆様方、会ったことないという人もね、たくさんいるんですけれども、またどこかでカピジン、お会いすると思いますので、その時にはぜひぜひお声掛けよろしくお願いいたします。またよかったらですね、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイ。